英語。英語、英語は、インドヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。英語の、英は、イギリスの漢字表記、イギリス、もしくは、イングランドの漢字表記、英格欄に由来する、イギリス、英格欄とも、表記自体は先行する中国語に習ったものであり、現代の中国語でも、などの語に残っている。 同じような成立の略語に、仏語、フランス語、独語、ドイツ語、聖語、スペイン語などがあるが、現代日本では、フランス語、ドイツ語、スペイン語といった呼称が普及している。なお、スペイン語については、スペインのカスティーリャ地方を発祥とする言語である。ことから、カスティーリャ語という表現を広く用いられる。一方で、英語は古くに、イギリス語、 イギリス語という呼称もあったがすでに廃れており、英語という呼称のみが普及している。現在、イギリス全体としての国家語は英語であるが、イギリスに含まれるイングランドや、ウェールズやスコットランド、北、アイルランドでは、英語以外の言語話者もいる。また、イギリス、アメリカ合衆国をはじめとして、少なからの国で公用語となっており、それぞれが各々の規範を持つ。 複数中心地言語でもある。二十世紀中盤までイギリスが多くの植民地を抱えていたこと、イギリス帝国は英語話者数の増加の要因となった。イギリスの取った植民地政策は間接統治であった。つまり、エリート層をイギリス本国で教育させ、それぞれの植民地へ送り返した。上層階級であるエリート層は皆英語で教育を受けたため、 植民地共生では、英語が支配的となり、独立後もこの状態が続く。かくして、旧イギリス領、現在その多くは、イギリス連邦に加盟しているでは、法律が英語で寄贈されており、それによって、公的に、政治、経済、教育で使われるようにり、イギリスとこれらの地域の共通語になった。第二次世界大戦後イギリスは徐々に、 国際政治での影響力を弱めていくが、かつて英国が植民地を建設した土地でありまた同じ英語を使用する国でもあるアメリカ合衆国が強い影響力を持つようにり、結果として英語が有用な外国語として世界に広く普及することになった。経済、社会、文化など様々な分野でグローバル化が進み、国際共通語としての英語の重要性は高まる一方である。 約80の国、地域で話されており、世界で最も多くの国、地域で使用されている言語である。この言語に対しては、世界中の非英語圏地域において様々な反発が存在し、特に、スペイン語圏では顕著な反英語感情が見られる。自然言語の一つに過ぎないただの英語という言語が、これほどまでに高い国際的地位を保ち続けがんとして、揺るがせにしない、 現在の状況は、イギリスやアメリカといった経済的超大国による国際灰の歴史を浮き彫りにするものであり、また、世界の非英語国、特に発展途上国への差別、特にその文化に対する差別を助長するものであり、さらにはそうした途上国の文化を滅ぼす恐れがある。それらの批判に対する解決策としては、国際語向けに作られた人口言語、 現在のところエスペラントが最有力に地位を与えることが考えられるが、英語の地位を落とすに足る積極的理由もなしに国際語をわざわざ変える必要はない。英語がすでにこれほどまでに普及し強く根付いている。現状において変えるとなると、世界的な混乱や門を呼ぶことになるなどの反論がある。英語は通常ラテン文字によって記述され、以下の二十六文字を用いる。 ヨーロッパの他の多くの言語と異なり、外来語、及びその転写を除いて、ダイアクリティカルマークはほとんど用いない。手書き時はアルファベットが連なる筆記体が以前は主流だったが、現在は署名、サインなど独自性を追求される場合を除いて、読みやすさなどの観点からブロック体が主流である。英語においては、多くの文字が複数の発音を持っていて、 綴りと実際のの発音の食い違いも大きい英語の発音と綴りの間の関係は、他のヨーロッパの言語と比べると一貫性に乏しい。これは、主に中英語時代である15世紀初頭に始まり、近代英語初期である17世紀初頭に終わった、大母音ンスイというゾーンが関係する。それ以前は、は、ナーメ、ワティーメと発音されていたが、 ネームやタイムという発音に変化した。その一方で、同時期、活版印刷の発達とロンドン英語の普及の中で、英語の標準化を目指す動きが、辞書編纂などの形で進んだが、当時は、標音主義よりも、伝統主義、語源主義の方が優勢で、古い発音に基づく綴りが固定化してしまった。また、ラテン語をはじめとした他のヨーロッパ系言語からの、借用語も、 共音主義的な綴りよりも語源的鉄字が用いられた。日本語における歴史的仮名遣いと同様、以下に述べるような発音規則がある程度成り立つが、ホニックス、品質語彙を中心として、例外も多く、ハブ、カム、フーなど、現在まで英語学習者を悩ませている。英語における一つの音という認識単位は音節である。例えば学府では音符、 またはスラーでつながった音符群一つに音節一つが乗る。アクセントのある、開音節は長母音、または二重母音である。監視のとはアクセントがない場合に単母音の開音節であるが、強調するために、アクセントがかかると長母音、二重母音化する。ただしこれらの原則は大母音繊維以降に輸入された、借用語で成り立たなかったり、中間的な発音になるケースも多い。 例えばとはいずれもフランス語からの借用語であり、第一音節にアクセントがある。14世紀初頭ですでに使われていたは、大母音繊維の影響を受けた。一方、16世紀以降に定着したは、大母音繊維の影響を受けず、フランス語に近い発音のまま、あるいは、第二音節の母音を消失させることで、英語風の発音にしている。以下では、現代の言語学で、 一般的な生成文法に基づく公文の記法ではなく日本の義務教育や高校教育でもっぱら使われているいわゆる伝統文法ベースの記法を使う。生成文法的な英文法については英語学統合論を参照。他の因語書語、そのうちでも特に欧州の諸言語と比較して現代英語には以下のような文法的特徴がある。認証代名詞については 英語の認証代名詞を参照。一部の名詞は不規則に変化する。歴史的には、古英語時代には、様々な複数形の作り方があったのが、絵姿に統一されていったもので、これらの語は、古形が残存したものであることが多い。他に、借用語では、元の言語の変化方法に従うことが多い。例。一般同士は、法、数、認証による活用を、 ほぼ消失しており、三人称単数現在型で、が付されるだけである。時制による変化は不規則変化同士においては、現在型、過去型で、それぞれ変化するが、規則変化同士では過去形に語尾が付されるのみとなる。また、同名詞、現在分子においては、すべての同詞において原型に語尾を付すればよい。現在分子や過去分子は、形容詞として扱われる。 フランス語やドイツ語と違い、不定形に一見して、動詞とわかる、綴りの形はない。従ってある単語の原型が与えられたとき、動詞かどうか判断する手段はない。このため語形を変えずに、品詞の転換が容易である。例は、名詞では、煙、タバコの一服だが、そのまま動詞として、煙を出す、タバコを吸うとしても使える。英語の方は、直接法。 仮定法、命令法、条件法が存在する。英語の基本的な時制は非過去と過去の二つである。これは、ゲルマン語経験語に共通する特徴である。過去形は不規則変化同士においては互換変化で、規則変化同士においては語尾を付して表現する。本来英語には未来時制がないので、未来のことを表現するときは、法の助動詞を用いて表現したりという、 寛容表現を用いたりする。直近の予定は現在進行型で表現することもある。英語の自生、法、相、体は以下のように結びつく。自制、法、完了、進行が各2通りあるので、実質的な時間表現は16通りある。不定詞では、愛及びたいしか使えない。本来の自制のほか、による未来表現も自制に入れることがある。 この場合、現在、過去、未来、過去未来と呼ばれる。英語の層は、完了省と進行症が存在する。英語の体は、能動体と受け動体があり、能動体においては動詞によって表される状態、動作を主語が行うことを表す。一方、受動体は、主語が何らかの動作をされていることを表す。受動体は、助動詞過去分子で表現され、 その場合の真の動作主はで導かれる、全知識によって表される。ただし、他動詞に限定され、能動体において、目的語を取らない、自動詞は、受動体にできまた、助動詞を過去形にすることにより、受動体の自性を表現することが可能である。これらの方、自性、層を組み合わせて複雑な時間軸、動作の表現をすることも、論理上可能になる。 原型はである。仮定法過去においては認証に関係なくとなる。過去分子型は、現在分子、同名詞はである。B 動詞の変化の仕方などについては、下の表を参照。B 動詞は、進行型にも使用される。原型で使用する場合もある。助動詞は、法、相などの文法的機能を担い、意味を担う、本動詞と共に用いる。品詞は、 内容語と機能語に対別される。一般的に名詞、動詞、形容詞、副詞が内容語、代名詞、助動詞、漢詞、前置詞、接続詞、関東詞が機能語である。B 動詞やハブが助動詞として用いられる場合は機能語となる。英語は元来陰語語が持っていた名詞の格変化や動詞の認証変化のほとんどを失ったため、 文中の核関係を語順に依存しており、従って語順が固定的であり、文系がはっきりしている。日本の英語教育では、CT オニオンズの提唱した語文系という考え方が英語の基本文系として広く使われている。語文系は英文の中心をなす主語実語部分において、全知しなしに語を並べただけで文が出来上がっているものを、 並んだ語の種類によって分類したものと言える。そこで使われている語は、主語としての名詞、存在を有実語としての B 動詞、作用を有実語としての一般動詞、主語の性質や状態を有形容詞、一般動詞の目的語になる名詞、その目的語に対する内容的な実語になる動詞の原型や、名詞や、形容詞である。ここには、文の大基本である主語と述語に含まれている意味への、 考察がなされていない。そのため意味に基づいて言葉を使用しようとしている学習者にはかえって妨げとなっているのである。これまでは下記の文系が主要かつ重要なものであるとして扱われてきた。英文の構造の分類法としての語文系は日本以外の国ではあまり一般的ではないが動詞の語法を説明する上では基本語文系をベースとした動詞型の分類が 世界的に受け入れられていて、ジーニアス英和辞典、等の多くの権威ある辞書において、積極的に採用されている。通常、進行形の文は、第二文形とはみなさず、動詞部分を三単元など主語に合わせた形にして、文形を考える。また、官僚型も同様である。また、受動体の文も合文形に当てはまらない。軍動詞を含む文は、 群動詞全体を一つの動詞と考えることが多い。ランドルフ・クワークは、不可語 A を加えた考え方を提唱している。不可語 A は、就職後 M とは異なり省略することができない。この考えでは、従来の語文系に SVA とスボアという文系が加わる。また、第2文系のうち v が B 動詞の場合を特別に扱う考えもある。また、AS ホンビーム B は、 第三文系、第四文系、第五文系の O や C が不定詞や、分子や同名詞や雑途節の場合などで細かく分類した文系を称している。言い換えると、OC とは、文の中心の主語述語以外で、主語述語に当たるものを言うときに、主語を目的格にしておうとし、述語を動詞の原型にしたり、B 動詞を省略して、残したりしたものを C としていいわけである。 一世紀からローマ人がブリテン島に駐留してケルト系の住民、ブリトン人を支配していた頃にはケルト語とラテン語が優勢だった。そのローマ人が西暦410年日本国に引き上げると五世紀半ばから六世紀にかけてゲルマン系の人々、ジュート人、アングル人、サクソン人が大陸からブリテン島に渡来して先住のケルト人を支配するようになった。この頃、 イングランド、アングル人の陸地という意味でゲルマン系の言語が定着した。ここから英語の歴史が始まる。以後の英語の歴史は普通三期に大別される。括弧内は西暦年である。11世紀のノルマンコンクエスト以降、フランスから来た貴族階級が話していたロマンス諸語のオイル語系のノルマン語が公用語として14世紀まで使われた。このことにより、 中英語では、ロマンス書語、特に、フランス語からの釈用語の増大と、形態変化の単純化、名詞の性別の消失などを引き起こした。ただし中英語の変化のどこまでが、言語接触の影響によるものかは、議論がある。中英語クレオール仮説。英語を母語としている人は、世界人口の4.68%で、第1位の中国語 13.、13.22%と、 比べかなり少ない。しかし、公用語人口としては、英語が世界一である。意思の疎通が可能な国や地域を考慮すると、英語は世界で最も広く通用する言語と考えられている。EU では、学校で最も学ばれている外国語である。英米の影響などで英語が国際共通語として使われるようになったこと、商業言語として確立したこと、 科学技術を伝達する主要な言語となったこと、例、需要が高い航空宇宙工学の分野やプログラム、言語やマークアップ言語の使用書が英語で書かれているなどの理由で、第二言語、イコール、エスルとして用いる人口は約4億人に上る。外国語、イコール、エフルとして英語を学習、使用する人も多い。そのため、世界各国で、 イギリス、イングランド方言、アメリカ方言などの英語の枠組みを超えた新英語が出現するようになった。イギリス、特に英語発祥の地であるイングランドには多数の英語方言がある。容人発音など様々な古障があるという伝統的な標準発音を用いた英語が標準とされてきたが、最近では川口英語が新しい標準語として登場した。 イギリスには、英語以外に、スコットランドでは中英語から分離したスコットランド語や、先住民族である、ケルト民族の言語、ウェールズ語、ゲール語などが話されている。イングランドによる同化政策を経て、ケルト諸語話者は激減し、スコットランドでは、スコットランド英語、ウェールズでは、ウェールズ英語、北、アイルランドでは、アイルランド英語などの英語方言がされているが、現在は、 ウェールズ語などの復興策も取られている。アメリカ合衆国には国家の公用語に関する法的な文章が存在しない。ただし、州レベルでは英語を公用語とする州や英語とスペイン語を公用語と名文的に定める州もある。初期の頃は西欧系、特にゲルマン系の移民が多く、英語優位の状況が確保されていたが、次第に東欧。 南欧系が増えてきた。さらにアジア、中南米、ヒスパニックラテン系アメリカ人問題を参照のことからの移民が大量に押し寄せ、彼らが高い出生率を維持すると、英語の地位が揺るぎかねないといった風潮が、英和社アングロサクソン系、ワスプの間で生まれてくる。いずれにしても英語が国家の言語、国語として通用しているのは事実で、教育の分野においては、 バイリンガル教育か、モノリンガル教育かといった趣旨の問題がたびたび持ち出される。カナダは、イギリス連邦及び、英連邦王国を構成する一国であり、元英領植民地であった地域だが、その英領植民地にそれ以前は、ヌーベルフランスであり、今でもフランス語が使われ続けている、ケベック州があることから、カナダ全体の公用語として、英語、カナダ英語と、フランス語、 の両方が制定されており、連邦政府のサイトや企業の商品説明などはすべて英物量言語で行われている。旧英領の国としては、全人口のうち英語を母語とする人の割合は58%と低く、フランス語が22%を占める。これは移民が非常に多いため、第二言語として英語を使用している人口が非常に多いからである。また、北米で、 アメリカ合衆国が隣に位置していることから、旧英領であるとはいえ、オーストラリアやインドなど他の旧英領植民地とは違い、比べると、カナダの英語は、イギリス英語よりもアメリカ英語に近いが、単語の綴りとしては、イギリス英語式を採用することが多い。ケベック州ではフランス語が公用語であることから、英語を母語とせず英語運用能力が高くない人も少なくないが、 ケベック州とニューブランズウィック州、オンタリオ州以外ではほとんどフランス語が使われないこともあり、カナダ英語におけるフランス語の影響は皆無に近い。現在、オーストラリアで話されている英語はイギリス英語がなまったものである。なまりは比較的強いがアメリカ英語ほど変化は激しくなく、オーストラリアの映画などは他の英語圏でもイギリ英語を理解できるものならわかる。 ニュージーランドで使用される英語は、オーストラリア英語とほぼ類似しており、綴りや発音もイギリス英語の傾向だが、同国のもう一つの公用語であるマオリ語、先住民族、マオリの言語の影響を受けている。日本では、学校教育の場合、文部科学省が定める学習指導要領により、義務教育である、中学校3年間と小学校5.6年生で、英語が、 必修科目となっているが、受験英語という言葉があるように読解力が特に重視されていて、会話、英会話があまり教えられていないため、受験、入学試験が終わると英語に接する機会が少なく、非英語圏の先進国やアジア域内諸国と比べても通用度は低い。江戸時代末期にアメリカやイギリスからの施設と交渉する必要が生じ、日本での英語の歴史が始まった。 ジョン・マンジローが表した日本最初の英、会話教本には、日本語とは語順の違う英文の意味を取りやすいよう、漢文のような会議点が打たれていた。第二次世界大戦中は、適正語として排斥されていた時期もあった。今日、日本における英語は依然第一外国語であり、科学技術や諸精度の吸収のための手段や、通称の道具、商業英語という位置づけである。 高校受験、大学受験、各種学校の必修、選択単位取得においては、英語を読解する能力が重視され、英文和訳を中心とした授業、いわゆる受験英語の学習が行われている。日本語での出版活動が盛んで、多くの英語の書籍が日本語へ翻訳されることから、日常生活で英語の読解に迫られることは、あまりないが、職種によっては、 英文文献の読解が必要となることは少なない。そのため、専門分野の英文の理解はできるが、日常会話の経験はなく、英会話に苦手意識を持っている日本人は多い。日本では、人支部を中心に、英語会話能力を特殊技能とみなす傾向が認められる。日本では、大学の講義が英語ではなく、日本語で受けることができること、すなわち、 日本の高等教育は母国語だけで十分に教授できるということ、英語を母語とする人が1%未満であり、日本語だけで日常生活に支障をきたさないことなど複合的な要素によって日本国内では特定の業界や職種を除き英会話の必要性が乏しいためである。一方、東京、大阪、神戸、名古屋、福岡などの都市圏では、 英語話者のコミュニティが形成されているほか、英語放送局も存在する。日本の案内標識は英文兵器が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。